株式会社、竹中工務店は、大阪府大阪市中央区本町に本社を置く大手、総合建設会社である。江戸時代前期の1610年に、織田信長の元家臣であった、初代、竹中東兵衛正隆が、終わり国名古屋にて創業、神社仏閣の造営に携わる。やがて明治時代の到来により、ヨーロッパ型の建築技術を導入すると、 当時開口しとしかし始めた神戸へ進出、数々の建築物を施行し、その名を知られるようになる。公務店という言葉を作り、それを初めて社名としたのは同社であり、現在では日本のハウスメーカーやゼネコン、中小規模建設工事事業者の間で社名として、あるいは一般名詞として広く用いられている。その語源は、 設計と市工は切り離せないの考えから、公務を掲げ、お客様ありきの仕事であるという考えから、店を用いていることに由来する。スーパーゼネコン5社の一つであり、現在では5社の中で唯一大阪に陶器場の本店を置く企業である。これまでに施行した建築物は、東京タワー、日本武道館や五大ドーム球場をはじめ、全国有名美術館や、 商業施設、さらには、病院、オフィスビル、ホテルなど多岐にわたり、試行実績の多さでは、国内随一を誇る。また、完成工事項で比較しても、国内トップクラスの業績を維持している。大手5社の中では、唯一の非常上企業であり、また、売上高の94.1%を建築が占める建築専業のゼネコンであるなど、技術力や、 経営状況等で顕著な差のない大手ゼネコンの中では比較的特徴が強いことでも知られている。自社の施行した物件を作品と呼ぶことでも知られているスーパーゼネコンの中でも BCS 賞を最多受賞しており、設計や品質に対する評価が高く匿名受注の比率も高い。創業は名古屋だが設立の地が神戸ということ。 現会長の竹中統一が同じ神戸の港南大学出身ということもあり、近畿の小学校、中学校、高等学校、大学の新築や増改築工事の大半が同社による設計、思考である。創業以来、社長には常に創業家の人物がついてきたが、2013年3月より、宮下正宏が初めて創業海外から社長に就任した。 アトリエ系建築家のデコーヒロシ、早川国彦、菊武清くん、柳沢孝彦、鈴木良次、有馬博之と、同社設計部から多くの建築家を輩出している。コーポレートメッセージは、思いを形に未来へつなぐ。竹中工務店が1984年に消えてゆく大工道具を民族遺産として収集、保存し、さらに研究。 展示を通じて後世に伝えていくことを目的に設立した日本で唯一の大工道具の博物館。詳細は竹中大工道具館を参照、公益財団法人ギャラリーエクワットが運営する竹中工務店東京本店1階にあるギャラリー。建築、楽しむをコンセプトに2005年に第1回目の展覧会を開催し、 2017年10月までに90以上を数える建築文化の発信をしている。入場無料。ギャラリー A4 と表記する。A3 がアーキテクチャー空間を表し、もう一つの A はアトモスフィア、アミューズメント、建築に時間ファクターを取り入れ四次元的に楽しむといったことを意味している。建設は、 住友、上層、JV、勝村、岡部、JV と共に参加。ありがとうございます。